モンズも一つの時間帯を乗り越えて、ここでいいボールが入るわ。スピードが出された。さあ習得、十文字も一つの時間帯を乗り越えて、ここでいいボールが入るわ。スピードが出された。なんとか敗北してしまったわけなんですが、そこからどれだけ自分たちのチームが詰められているのか、これは楽しみなんだという話をしています。ロングシュートになってしまった。敗北してしまったわけなんですが、そこからどれだけ自分たちのチームが詰められているのか、これは楽しみなんだという話をしています。ロングシュートになってしまった。見事なシュート、はい、6番の杉下選手、素晴らしいシュートでしたね。
切り込んでいく中島彩乃3年生。2人が絡んで奪った14番の広沢美香子から中央します。中に切り込んでいく中島彩乃3年生。2人が絡んで奪った14番の広沢美香子から中央と思いますね。そうですね。沖縄学園高校は2010年以来選手権6度目の優勝を目指す今大会です。またクロスがアーリーで上がってくる平川の頭を越えてきました。沖縄学園高校は2010年以来選手権6度目の優勝を目指す今大会です。またクロスがアーリーで上がってくる平川の頭を越えてきました。杉下が右サイドの3年生笹沼、もう一度杉下から8番の3年生中島へ、去年の準決勝の2人だっている中島、中途半端に浮いている平川はどうする、突っ込んでくる、右サイドの3年生笹沼、もう一度杉下から8番の3年生中島へ、去年の準決勝の2人だっている中島、ボールを捉えて8番の左サイドハウスの村田、この選手すごくスピードがあります。そしてもう前に前に積極的に、ね、どんどん仕掛けていくので、相手としては本当にこの対戦しにくい選手ですね。7番の鈴木、そしてもう一度7番の鈴木も取ってきました。ボランチの一角、プラトの背後からのボールを通そうとしたボールを捉えて8番の左サイドハウスの村田、この選手すごくスピードがあります。そしてもう前に前に積極的に、ね、どんどん仕掛けていくので、相手としては本当にこの対戦しにくい選手ですね。7番の鈴木、そしてもう一度7番の鈴木も取ってきました。ボランチの一角、プラトの背後からのボールを通そうとしました、特にこの十文字高校は松本とプラト両サイドハーフが非常に速いということがあります。その速さをお互いに感じていて、実は松本はあの自分がスピードで抜けて、特にこの十文字高校は松本とプラト両サイドハーフが非常に速いということがあります。その速さをお互いに感じていて、実は松本はあの自分がスピードで前線でキープをしたいところ、十文字高校が前に送っていきます。この準決勝から前後半45分ずつ45分ハーフで行われます。90分で決着がつかない場合、準決勝の前線でキープをしたいところ、十文字高校が前に送っていきます。この準決勝から前後半45分ずつ45分ハーフで行われます。90分で決着がつかない場合、準決勝の